湯ね。埼玉にこんないい温泉があるなんて知らなかったわ。それは認めるけど、なんで職員旅行が埼玉の温泉なの？しょうがないでしょ、双葉幼稚園経営苦しいんだから。でもね、職場も埼玉、旅行も埼玉じゃん。ねえ、阿行先生。私は満足です。埼玉好きですから。埼の国、埼玉。埼の国もいいけど、せめて草津くらもうよしましょう。園長先生いるかもしれないわよ。ぎく。大丈夫よ、園長先生ずいぶんお酒飲んでたもの。今頃寝てるわよ。誰もいないし、泳いじゃおっと。私も泳ぎたい。え？私も。それシンクロよ。コシキ、エホーバタフライ。やだ。松坂先生、胸大きいですね。ちょっと触らないでよ。吉永先生の胸かわいい。かわいいって、あ、やだ、何触ってんのよ。どれどれ。いやもう。あら、ん、何、地震？揺れてる。やだ。収まった。あ、足音みたいですね。まさか。何も発見できなかったようですが。あんな大きいのがどこに消えたっていうのよ。それはこっちが聞きたいです。とにかく私たちは見たんです。ゴジラみたいに巨大な何かを見ました。先生たちすっかり有名人だな。俺も怪獣見たいぞ。ガオー、暇は怪獣だぞ。はい。暇ゴンの勝ち。おい、やめろ。じゃあ父ちゃん行くから。どうだった？やっぱり先生たち戻ってこれないらしくて、今日はお休みだって。うーん、行ってらっしゃい。うん、行ってきます。なになに、幼稚園お休み？そうだって。わーい、儲かった。怪獣ね。